はい、皆さんこんにちは、あみです。今回は絶対可愛いと思われる冬のデートメイク、イエーイ。昼間出かけてたので今ちょっとメイク落としてきたんですけど、これからデートなので夜も輝くデートメイクをやっていきたいと思います。今回プロモーション入ってる道具なんですけど、このファンデがマジで神ファンデだからちょっと紹介させてほしいの。これがハリアスっていうファンデーションなんですけど、これたった一つで12役なんですよ。普段のメイクならね、これ一つでも OK、 これ一つでね8つのメイク効果があって、日焼け止め、コントロールカラー、化粧下地、ファンデーション、パテ、コンシーラー、ハイライト、フェイスパウダー、すごくないですか。じゃあね、早速使っていきたいと思います。パッケージも青ラメになっててめっちゃ可愛いです。2色展開なんですけど、この明るい方のベージュをハイライトゾーンにのせてって、オークルを全体に使っていこうと思います。わかりやすいように半眼ずつ塗っていきます。こっちの明るい方を取って、伝わるかなこの綺麗さ。カバー力はあるのに塗ってないみたいなね、軽い仕上がりなの。全然重たい感じがしないのが本当に気に入ってて、こっちのオークルの方全体にのせていきます。めちゃめちゃ綺麗。こんな感じです。こっちはね、この目の下のくすみだとか、こういう肌ムラ見えると思うんですけど、こっち見て全然違いません。顔もねパッと明るく、なんかね若々しく見せてくれる感じで、こんな感じでね、ツヤ感もめちゃくちゃ綺麗なんだけど、塗って少し経つとこうやって指で触っても全然剥げたり指の跡がつかないんですよ。めちゃくちゃ使いやすいツヤクッションです。ほんと指の跡とかね全然つかないんだよね。なのにこのツヤ感です。めちゃくちゃ綺麗じゃない。本当に仕上がりがデパコス級なんだよね。じゃあこっち側も塗っていきます。ちなみに 95% が美容成分でできてて、嬉しい4つのスキンケア効果付きです。こういうね気になるクマ部分は重ねていくといい感じです。重ねてもね全然厚ぼったくならないから、めっちゃ綺麗に重ね付けできる。メイクしながらねスキンケアも できちゃうから、そこもね私的にはポイント高め。そしたらね眉毛描いていきます。最近ねこのピンク赤が入ってるやつ使ってます。この赤い色を取って、なんか全体にねサササーってのせてって、眉尻はブラウンで、最近はねパウダーでサクッと眉毛描くのにハマってます。そしたら今日はデートなのでちょっとねピンク系のやつを使っていこうかなと思います。まずここのカラー全体に、でこのね涙袋の下までしっかり色をのせるのがポイントです。ここのねラメを取って、アイホール、このね目開けた時に見えるところぐらいまで、で同じカラーを涙袋にも、もうちょっと明るさ欲しいのでお好きなラメライナーで、まぶたの中心にもちょっとだけ、透明感は失いたくないんだよね。アイライナーはブラウン使っていきます。今あるこの抜け感みたいなのを大事にしたいから、目尻だけたらビューラーします。マスカラもブラウン使っていきます。まつげはしっかり持っていきます。下まつげもちょっと塗ろうかな。はい、アイメイクはこんな感じ。チーク塗っていきます。チークは相変わらずクリームチークです。チークは濃いめ。今日はちょっとチークは落ち着いてるピンクベージュみたいな色にしようと思います。鼻の下と顎にも少し、そしたらノーズシャドウ、もうノーズシャドウはいつも通りです。そしたらハイライト。最近ね色付きのなんかリップバームみたいなのにハマってて、チュルチュルリップになるので最近気に入ってます。このリップ周りはちょっとぼかすのがポイント。ちょっとだけ髪の毛も直そうかなと思います。もう最近はねめちゃめちゃ
簡単。上んとこをちょっとボリュームこんな感じで出して、反対側にちょっと後頭部も忘れずにこんな感じでトップにボリューム出せたら顔周り外巻きにします。下の毛はカールがついてれば OK。 私はねレイヤーがこんな感じで入ってるので、ちょっとだけカールさせて、はい、こんな感じで完成です。肌がナチュラルでツヤツヤなので全体的にツヤっぽい女に慣れてる気がするし、これ絶対褒められる。でこのファンデーションね、持続力もいいので、このまま何時間後かのお肌も皆さんにねお見せしようかなと思うので、引き続きご覧ください。それでは後ほど。はい、ということであれからそのままねお出かけしてて、こんな感じ。なんかねツヤ、まあ人によってはちょっとテカリっぽく見えるかもしれないんだけど、ツヤがめちゃくちゃより出てる感じで、特にね乾燥してるとかは一切なくて、もうすごいお肌はね保湿されてる感じで、ツヤ系のファンデーションなんですけど、なんか色がなくなったりとかカバー力がなくなっちゃってるみたいなのは全然ないです。なんかねちょっとこうやってスポンジでツヤはね抑えてあげればいいのかなっていう感じ。ちなみに一回もお直しはしてないです。いや本当ねこのファンデーションね綺麗なんだよ。結構時間経ってこれだったらめちゃくちゃ綺麗じゃないですかこのメイクね本当にツヤっぽくて冬にねめちゃくちゃいいメイクだと思うので、皆さんもぜひやってみてください。今回紹介したこのハリアスのファンデーション、これ通常が5320円なんですけど、初回限定で 62.7% オフの1980円で購入できるので、概要欄からねぜひチェックしてみてください。マスクとかにもねつきにくいのでおすすめです。初回が1980円なんですけど、何回買わなきゃいけないみたいな縛りはないので、気軽にお試しできるかなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。